がかかっております。皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューから、なかなかオープニング画面が始まりませんね。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。バイキングを選びます。叫んでおります。今回はなんだっけ、ヤールとホップライトの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずバイキングファクションを開いてヤールを選んで、青チーム側の中央付近に1ユニット配置します。そしてアンシェントファクションを開いてホップライトを選んで、赤チーム側の、ちょっとホップライトもたくさん並べないといけない可能性がありますので、左端の方に置いていきましょう。この辺からいきましょうか。中央左寄りに1ユニット配置します。予想としましては、両者とも接近戦タイプなので、こういう場合はコストで比べればいいですね。圧倒的にヤールの方がコストが高いので、青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト1ユニット、バトルスタート。さてどうでしょうね、先に攻撃するのはどっちでしょうか。ホップライトの方が先に手を出したように見えましたが、ヤールのアックスの一撃で、巨大アックスの一撃でキルされてしまいました。一瞬でしたね。先手必勝というわけにはいかなかったようです。こんな感じですね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はホップライトを何ユニットまで増やせばヤールに勝つことができるかということを確かめてみたいと思います。横一列密集体系です。まだコスト的にヤールの方が高いので、青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト2ユニット、バトルスタート。さて2ユニットでどのくらいヤールのヘルスを削ることができるのか。ヤールのヘルスは 95% ぐらい残ってそうですよね。あまり削れませんでした。ホップライトはヤールを苦手としているのかもしれませんね。というか接近戦タイプ全般がヤールに対しては弱いですよね。ヤールは接近戦を得意としております。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあどんどん増やしていきましょう。3ユニット目、まだヤールの方がコストが高いです。青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト3ユニット、バトルスタート。さあ今回はどのくらいヤールのヘルスを削れるでしょうか。いや、ほとんど削れてないですね。90% ぐらいですかね、ヤールの残りヘルス。あまり削れませんでした。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあ、どんどん行きましょう。これで4ユニット、まだコスト的にヤールの方が上、確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト4ユニット、バトルスタート。さあもうちょっとヘルスを削りたいところ。ヤールのヘルスちょっと削りましたか。これは 60% ぐらいありませんか。60ぐらいまでいってますよね、ヤールのヘルス。これは今回はかなり健闘したと言えるんじゃないでしょうか。いいドヤ顔しているヤール。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあどんどん行きます。
これで5ユニット、まだヤールの方がコストが高いです。確かめてみましょう。青チームヤール1ユニットバーサス赤チームホップライト5ユニットバトルスタート。さあどのくらい削れるかに注目です。5ユニット、なかなかヘルスを削れていないんじゃないでしょうか。氷の柱攻撃があまり効いてないですよね。接近しすぎててホップライトがあまりにも接近するので、ヤールの氷の柱攻撃が意外と効いてないですよね。ちょうど柱の内側に入り込んでしまいますので、ホップライトが、なので意外と柱攻撃が効きません。こんな感じですかね。ヤールのヘルスが 40% ぐらいまでいってますね。これはだんだんと勝ち目が見えてきました。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあ6ユニット目のホップライト、まだコスト的にはヤールが上です。確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト6ユニットバトルスタート。さあ今度はどのくらいまで削れるでしょうか。さあ柱攻撃はあまり効かない。柱の中で戦うホップライトはかなり削れている。25% ぐらいまでいったんじゃないですか、ヤールのヘルス。かなりじわじわと追い詰めている感じがする赤チーム。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあ7ユニット目を追加。まだコスト的にはヤールが上です。確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト7ユニットバトルスタート。さあそろそろ勝てる、運が良ければ勝てる可能性出てくるんじゃないでしょうか。7ユニットのホップライト、柱攻撃はあまり効かない。残り3ユニット25% ぐらいですね。さっきとあまり変わっていない感じです。ヤールの残りヘルス、ドヤ顔が見えづらい。腕に隠れてドヤ顔が見えづらい。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあ8ユニット目いきます。コスト的にかなり近づいてきました。ほぼ同等のコストまで近づいてきましたね。そろそろ勝ってほしいところ赤チーム。確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト8ユニットバトルスタート。さあどこまで削れるでしょうか。接近戦が始まって、柱ちょっと柱が効きましたね。柱攻撃が残り、バックハンド攻撃出ました。ヤールの後ろにいるホップライトをキルしました。残りヘルスが 30% ぐらい残ってますね。なかなか勝てない赤チーム。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。さあいよいよ一桁台最後の人数、ユニット数9ユニットをやってまいりました。コスト的にはもう赤チームが上回っております。そろそろ勝ちたいところ、確かめてみましょう。青チームヤール1ユニット VS 赤チームホップライト9ユニットバトルスタート。さあ一桁台最後の赤チーム、そろそろ勝ち目を見出したいところ。柱攻撃はあまり効かなかった。まだホップライトがかなり残っている。ヤールのヘルスは20。勝ちました。ホップライトは2ユニット生き残ってますかね。ヘルスメーターゼロになって倒れそうになっているのが2ユニットいますからね。ユニット残しでなんとか勝っ
た赤チーム。こんな感じですかね。これをベストアングルとしましょう。これで結論が出ました。ヤールとホップライトの戦闘力の違いは8対1から9対1の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。